こんにちは、白井美沙央です。今日はね、あったかいものが食べたいときに、ともかく体を温めて明日に元気を作るときに、とっても簡単なお料理をご紹介したいと思います。きっと誰でも簡単にできると思いますよ。まずね、藤っ子の塩昆布っていう、もう皆さんが多分一番よく使ってらっしゃる素材かな。この藤っ子の塩昆布をちょっとこれぐらいのサイズにこうして切るのね。でね、そうするとこれ塩分もうまみもついてるので、いい調味料になります。で、一番メインに使うのはこの木綿豆腐です。木綿豆腐がだいたいこう一つ350g ぐらいかな。まあそこは全然ちょっとぐらいちっちゃいのが2つあっても、ただ高さがあると中まで火が通りにくいので、これぐらいの方が便利かな。でね、もうすごい簡単なんですけども、まずこのお豆腐を電子レンジにかけますね。電子レンジにかけると水気が出てくるんだけど、もうすでに出ているので、出てきてるとちょっとこうして少しお水捨てます。いい？でね、こうしてここでね、ラップをかけてふんわりと、で今日の電子レンジにかけるワット数なんですけども、この頃大体のものは600ワットでかけますよね。で、じっくり火を入れたい時って500ワット、もしも機能がついてたら500ワットで、大体3、4分、大体お豆腐が温まると思います。だけどそこはその基準に合わせたり、もうちょっとしようかなとか、ただあんまりしすぎると姿って美味しくなくなるし、危険だからね。3、4分を目安に、あとちょっと足したりしてみてください。だから今日は500ワットね、ここに入れるでしょう。それで500ワットで、これで500になってるので、500にして、3分でやってみますね。で、スタートです。その間に、藤っ子の塩昆布をこのままだとちょっと大きいので少し刻みます。こうして包丁で、まな板の上ですると、あとお掃除が大変なので、もしもこういうなんか木の板があったら、もうこれは一生もんです何かと便利なので、こういう、私たちはよく小板って言います。これこういうのをお使いになると便利ですよ。それから上にかける具なんですけども、ごまでしょ、それからちりめんじゃこでしょ、おネギでしょ、でもちろん昆布ね。季節によったらね、カボスとかすだちとかトマトとかチリパウダーとか豆板醤とか、もうお好みで何でもどんどん広げてください。ごま油とか仕上げにかけるのもいいですよね。ちょっと様子を見てみましょうか。今で半分ぐらいなんですけども、そんなにまだお水が出てないのね。で、お豆腐のお水はやっぱり取っとかれる方が絶対おいしいです。だから器ごと食べられるようなお皿で作られた時も、ちょっとキッチンペーパーでこうお水を取るということは忘れないで。暑いからね、気をつけて。で、電子レンジにかける器ってもう食べられるものでそのまんまするのもいいんですけども、大事な器、ここに菌とかが入ってる時はしちゃダメですよ。もう綺麗な洗濯機の上等は電子レンジにかけることはやめときましょうね。どうかな？お、十分に
もうすごい暑くなってるから、うんと気をつけて。濡れたもので触ると暑いから、気をつけて。でこうしてお豆腐の水切りができたってことね。熱い熱い。でこうしてね、結構出てるので、で取りましたよ。そしたらこれを熱々を移動すると、もうちょっと気をつけてね、この器にそーっと移しますけども、うんと気をつけてよ。これやっぱりこういうのがあると便利かな。うまくいきますように。平和です。これね、豪快に一つ食べたいんですね。とっても便利なんですけども、まずこれでお豆腐を美味しくしてもらいますね。くじコースかけるでしょ。であとはもう本当自由ですよ。ちりめんじゃこもかけます。細かいものがあったら細かいものの方が食べやすいですよね。だいたいまあ大さじ1杯ぐらいかな。でこうするでしょう。それからごまはたっぷりね。こうしてちょっとぐらい器から出ちゃってもいいですよ。仕上げにおネギをパラパラっと、なんかすごいいい感じのものができた感じしません？なんかあったかいんですよ。でこれをさあどうぞ。あったかいですよ。でお好みでお塩をちょっとかけたり、お醤油をちょっとかけたり、それから昆布をちょっと増やしてみたりして、お好みであったかいうちにこのままちょっとずつどうぞ。富士っ子の塩昆布を使った塩昆布とじゃこ、ごまのレンジやっこです。